札幌まで何時間ぐらい？順調に行けばフェリーに乗って約12時間だ。嘘、もっと近いと思ってた。こいつは途中で車中泊だな。北海道に渡ってからも長いからね。まこちゃん大丈夫？ええ、気合で駆け抜けるわ。おお、その息だ。まこと、さすがにちょっと疲れたわね。ええ、なんとか。でも少し休憩したいわ。一日中乗ってたからな。ゆっくり休んでくれ、マコト。ごめんね、マコちゃん。私が代わってあげられたらいいんだけど。大丈夫、私が任されたんだし、運転するのは好きだから。それにみんなの話し声がするだけで楽しくて眠くならないから助かるわ。よし、マコトに何かねぎらいをしてやらねば。リュウジ、マコトの肩揉んでやれ。あとソフトクリーム買ってあげて。うっす、パイセン。って、なんで俺？私も寝る前にマッサージしてあげるね。すっごい効くってモデル業界でも評判のやつ。ありがとう、楽しみにしてる。すまない、マコト。ソフィア、どうしたの急に？私は人の役に立ちたい。肉体の疲労なら物理的な刺激が効果的だ。だが私は AI、 マッサージは不可能。人の役に立てない AI、 存在意義ない。バグ以下。どうした？ソフィアは繊細すぎる女子なのか？そうよ、そんなに深刻にならないで。あなたのおかげでとても助かってるから。いつもありがとう、ソフィア。そうか、ならよかった。ソフトクリーム食べてみたいな。切り替え早えな。誠の疲労もある。北海道に渡ったら車で一泊しようぜ。となれば夕食はご当地グルメだな。あ、私わさびサイダー飲んでみたい。なんでそのチョイス？よし、もう一踏ん張りだ、まこと。いざ行かん、札幌へ。はいはい、北海道ってやっぱりすごく広いわね。でっかいどー。上陸してからだいぶ走ったもんな。北海道って涼しいんだろ。ようやく寝苦しい夜ともおさらばだぜ。男だらけのルーフテント、サウナみてえになってたからな。目が覚めるとほぼ裸だ。ある意味すがすがしい。そのまま出てこないでね。札幌、来たー。札幌中央市の中心部か。周辺の雄大な自然と対照的に賑やかだな。で、雪まつりってまだやってねえの？それ、ボケてるつもり？でもやっぱり都内よりは涼しいかな。過ごしやすそうでよかった。ひとまず目的地には着いたけど、ソフィア、ジェイルの反応はある？
匂いがプンプンする。おっさんの言った通りかよ。となると善吉が目をつけてるやつが札幌のキングって可能性が高まったな。とりあえず情報収集も兼ねてこの辺りを巡りましょうか。でもその前にお風呂、昨日入れなかったし。賛成。まずはすっきりしたいよね。私の出番だな。500メートル先に入浴施設があるぞ。さすがソフィア、仕事が早い。お前らはお風呂タイムか。その間我が輩は情報収集しておく。モナちゃんは後で、私が体を洗ってあげるね。何？それくらい自分一人で。猫は濡れるのを嫌う。なるほど、データ通りだ。我が輩をそこいらの猫と一緒にすんな。データ書き直しとけ。そうだ、私も銭湯に入ってみたい。誰かスマホごと中に連れてってくれ。熱々の湯にスマホってぶっ壊れんじゃね。ほら、とにかく行きましょう。ソフィア、案内はお願いね。ふんふん。依頼はこんな感じだ。これをやるのか？これをやるのか？この依頼を受けるのか？これをやるのか？この依頼を受けるのか？この依頼を受けるのか？これをやるのか？見てってくれよ。お目が高いよ。またよろしく。あっち。いいものありますよ。人気の商品です。ありがとう。ご解約ありがとうございます。ありがとうございました。どうも。それにしもお買い上げ。ありがとう。お母さん、カホちゃん喜んでくれるかな。ええ、綺麗なお花を見てありがとうって言ってくれてるわ。でも会えないから寂しいよ。天国は遠くて行けないもん。あそこで何かあったのかな。お花をお供えしてるね。誰か亡くなったのかも。そういえばニュースで見たことあるわ。大通公園で起きた雪像の崩落事故。確か小さな女の子が犠牲になったって。あそこが事故現場なのかしら。その子や家族のことを思うと胸が詰まるな。そうだね。どうした？風呂に行くぞ。
いします。またのお越しを。らっしゃっせー。それいいっすよね。どうもっせ。それいいっすよね。どうもっせ。お邪魔したください。おす、おす、どうぞお待ち。そちらになさいますか。どうご来店。うん。何にする？それでいいのかい？はいよ。よう。商品入った。そちらをお買い上げですか。ありがとうございます。あら、にゃふん。お決まりですか。どうぞお持ちください。そちらをありがとうございます。ありがとうございます。何をお探しかいかがかな。はい、どうぞ。いか、はい、そ、どうもね。それと、またおいで。ご用ですか。それでどうぞ。それでどうぞ。お買い上げでレシート。お買い上げどうぞ。それでシートは。それでシートは。それでどうぞ。またどうぞ。楽だぜ。体に染み渡るな。ああ、旅をして分かった。人には裸になる瞬間が必要だと。え、どういうこと。つか、やっぱ広い風呂っていいよな。家じゃこうはいかねえし。今回は長旅になりそうだからな。都度緊張をほぐすのは重要な。うお、あん、やっぱすげえ。細いのにチートだろそれ。てか、
何食ったらそんなになる？ちょ、恥ずかしいから春に聞きなよ。春だってほら。え、ちょっと。おお、やるな春。こっちも破壊力あるぞ。こら、あんまり騒がないの。私たちだけじゃないんだから。いや、ここからが本番だ。のぼせる限界まで耐え、精神を鍛える。何の修行だよ。ぶっ倒れてもほっとくからな。にしてもマジで気持ちよすぎるわ。モルガナも来りゃよかったのに。ソフィアもな、肉体がないというのも良し悪しなのかもしれん。つうか、あいつってやっぱ謎だわ。お前どう思うよ？それは聞いたけどよ、なんか心を学びたいとか言ってたじゃん。人の心か。俺も絵で表現しようと試みはしたが、道半ばだ。陰にして陽、美でありながら朱、知れば知るほど謎は深くなる。まあ俺も心とかよくわかんねえけど、あいつ俺らと普通に話してるし、んなこと考える必要なくね。そうだろうな。そのために心を学びたいと考えてるんだろう。へえ、そういうもん？なんか真面目なやつだな、あいつ。ソフィアがそう望むなら応援してやろう。世話になっているのは確かだ。そうだな。どっか抜けてるとこもあるけど、やべ、そろそろのぼせてきたわ。上がってコーヒー牛乳とか飲まね。お、そっちもありだな。迷うわ。いや、風味付きは邪道じゃないか。ここは北海道、酪農も盛んな北の大地だ。その恵みを真に理解するには、絞ったまま普通の牛乳で行くべき。いや、好きにしろよ。よし、心も体もすっきり爽快。ほんと、すごくいいお湯だった。教えてくれてありがとう、ソフィア。ノープロブレム、また役に立ってしまった。なんかそっち、やけに静かだったね。いや、まあ、いろいろよ。善吉から電話だぞ。
ちら正義の味方だ。札幌には着いたか。善吉が来るのか。よし、じゃあ一度車に戻ろうぜ。よし、集まったな。改めて札幌のキングについて話そう。容疑者の名前は兵藤真理子。驚くなよ。こいつは札幌中央市の現市長だ。市長？嘘、市長って札幌で一番偉い人ってことでしょ？そんな権力者がキングに。確かにな、ありえない話ではないか。てか、なんでそいつがキングだってわかんだよ。支持率の異常な上昇だ。札幌での兵藤市長の支持率は現在 88%。 わずか2ヶ月で50ポイントも増加している。 50？ すげえな、いきなり格変したのか。すごいというか、普通に考えたらありえない数字ね。それだけじゃない。一月前、市長の反対勢力でもある市議会議員3人が突然汚職を告白して辞職した。その後、長い間対立していたはずの議会が市長の条例案を支持し始めた。で、このタイミングで市長改選選挙。いろいろできすぎてて疑いたくもなるだろう。兵藤は国政進出を見据えてるって噂もある。公安としても捜査に乗り出してるが、今のところ全く尻尾がつかめてねえ。これをどう思う？だろ？だからお前らの出番ってわけだ。怪しくはあるか。しかし、本当にキングかを確かめるにはキーワードが必要だが。それなら問題ない。奴は演説でたびたびエマの名前を出してたらしいからな。街頭演説の中でキーワードを拡散していた可能性は高い。じゃあ演説見に行けばキーワードもわかる？おそらくな。兵藤真理子の街頭演説は10日に涼しのであるって情報だ。投票日も近いし、数千人って規模の群衆が集まるだろう。すげえな。有権者を丸ごと改心させているならそれくらいは当然か。どうかした春？ちょっと気になることがあって。兵藤真理子、どこかで聞いたことがあるような。市長さんだもん、ニュースとかでじゃない？そうなのかな。うん、ごめんなさい、気にしないで。
念のため言っとくが、直接接触しようとするなよ。こっちの動きがバレると厄介だ。お前らは演説日までおとなしく観光でもしてろ。ねえ、一ノ瀬さんのこと話しておかない？今後のこともあるし。分かったわ。なんだ、どうかしたのか？エマの開発者と取引した？いや待てよ、一ノ瀬クオンだったな。一ノ瀬、あー、その名前報告書にもあったな。エマの元開発者一ノ瀬クオン。調べてたのかよ。マディスのことをな、その報告書に書かれてたんだよ。エマをマディスに移譲した開発者ってな。そんなのとよく取引できたな。その、いろいろあって。エマを誰かが悪用しているなら、あの人の協力が必要だと思うんです。エマの元の状態と今の状態比較して調べられるのは一ノ瀬ぐらいだ。なるほどな。報告書を見る限り危険なやつじゃなさそうだが、情報源が増えるのは悪いことじゃない。だが今後はもう少し慎重に頼むぜ。俺はお前らを信用して機密情報も流してんだ。知らないところでリスクが増えるのはごめんだ。ええ、そうするわ。それにだ、お前たちが頼るべき相手は俺だぞ。ほいほい、新しい協力者を見つけてもらっちゃこっちとしても寂しいってもんだろう。なんか急に協力者アピールしだしたぞ。おっさんが頼りになんねえから俺らでいろいろ動いてんだろうが。仕方ねえだろ、認知がどうとか俺にはわかるか。それとおっさんじゃねえ、俺は池王子だ。なんか言って。慰めはいらねえよ。そっちが降ってきたんだろうが。とにかく10日の街頭演説だ。よろしく頼むぞ。10日になるのを待つしかないか。もどかしいわね。仕方ないよ、それまで体調とか整えてきっちり準備しとこ。ああ、善吉の言う通り、観光でもして過ごすとしよう。なあ、せっかく北海道来たんだし海鮮とか食いに行こうぜ。北海道発祥のスープカレーも外せんぞ。私は赤レンガ庁舎に行ってみたいな。お花がすっごく綺麗って聞いたから。オーケー、全部のスポット回れるようにプラン立てとく。さすがソフィア、案内よろしく。わ、すごい、なんか古そうなのに超おしゃれ。かつて道庁の本庁舎だった北海道のシンボル、重要文化財にも指定されてるそうよ。これは素晴らしい。新たな着想が
次々に湧いてくるぞ。お庭もすごく素敵。花壇にもいろんなお花があって。あれ？あそこ。ちょっとあなた、花壇の花が枯れてるじゃない。申し訳ありません。ですがこの暑さですから。言い訳なんて聞きたくない。市の名所には一つの欠点も認められないわ。私はこの札幌中央市の最高責任者。あなたなんていつでもクビにできるのよ。どうかどうかお許しを。路頭に迷いたくなければ24時間休むことなく全ての花壇を監視なさい。承知いたしました、市長。怖え。なんだあれ。いや待て、今市長って言ってなかったか。あら、あなたたち観光かしら。せっかく来ていただいたのにごめんなさいね。職員の集体を見せてしまって。あ、いえ。あら、でもそんな、あなたもしかしてハルちゃん。え、あ、覚えてないかしら。まだハルちゃんが小さい頃だったものね。私よ、兵藤マリコ。奥村社長、あなたのお父様にお世話になった。兵藤って、この人が市長の。みんな、落ち着け。あ、もしかしてマリスさん。そう、嬉しいわ、覚えててくれて。ハル、この方と知り合いなの？そう、うん、そうなの。小さい頃にお世話になったマリさん。マリさんは昔、奥村フーズの取引先の方で、お父様がよくゴルフでご一緒しててね。私が一人で退屈そうにしてると、よく相手をしてくれたの。すっげえ偶然。まさかの展開だな。ハルちゃん、お父様のこと本当に残念だったわ。いえ、ご心配をおかけしてしまって。何か困っていることはない？私はいつでもあなたの味方だから。ありがとうございます。でも大丈夫です。会社の経営陣も信頼できる方ばかりですし、大学とも両立させて私なりに頑張ってます。支えてもらってばかりではなく、自分で前を向いて歩いていかないといけませんから。はるちゃん、立派になって。みんなが見てます。ごめんなさい、感極まってしまって。つい今日はお友達と観光だったのかしら。皆さん札幌を満喫してくださると嬉しいわ。札幌を気高く美しい街にするために職員にも尽力させているから、どうか安心して。ほら、あなたはさっさと替えの花を用意なさい。は、はい。まったく、私がいないとすぐ手を抜こうとするんだから。ごめんなさい、お見苦しいところ。それに申し訳ないけど、これで失礼するわ。選挙前でいろいろ忙しくて。困ったことがあったらいつでも言ってね。春には悪いけど、裏表の激しそうな人だったわね。
マリさん、昔は誰に対しても優しい人だったのに。本当にあの人がジェールのキングなのかな。さっきの怒り方普通じゃねえよ。あそこまで言うか。花ぐらいでよ。ハル、大丈夫？うん、大丈夫。ちょっと驚いただけ。それよりごめんね。キーワード聞けばよかったよね。ええ、そんなの気にしないで。まだ街頭演説があるもの。そうだな。後で必ずチャンスは来る。今日のところはひとまず町で兵道の噂集めでもしておこうぜ。うん、ちゃんと調べなきゃ。うん、疲れた。ご用は何かしら。それでいいの？どうぞ受け取って。それでいいの？どうぞ。また来てちょ。なんだって？おい。おい。サンキューっす。
ようこそいらっしゃいました。ご来店。帰るとするか。うん。お待ちしていました。あなたもあなたの仲間たちも着実に力をつけているようですね。ですが厄災は確実に迫っている。それは心に留めておいてください。邪悪な意志が高まっていくのを感じます。その正体はわからないのですが、話を戻しましょう。お呼びしたのはあなたの持つワイルドの力についてお伝えするため。あなたのさらなる成長に伴い所持できるペルソナが増えました。あまたのペルソナを使いこなすあなたの素養は無限の可能性。絆を築いた仲間と共に力を磨き、来たるべき厄災に備えるのがいいでしょう。それでは、なんなりと。ごきげんよう、トリックスター。ご覧になりますか？登録すべてと、現在の状態をご覧ください。これでよろしいですか？これでよろしいですか？ご覧ください。これでよろしいですか？これでよろしいですか？これでよろしいですか？では、お連れください。これでよろしいですか？では、お連れください。これでよろしいですか？それ以上のペルソナを宿すのは不可能です。強化をご所望ですね。合体を行うので新たな力が得られるようです。新たな力が得られるようです。新たな力が得られるようです。継承するスキルを このペルソナでよろしい。では始めましょう。ご覧になります。ご覧ください。これでよろしいですか？これでよろしいですか？これでよろしいですか？所持金が足りないようです。登録できるペルソナはいないようです。強化をご所望ですね。
先頃札幌中央市議会で汚職事件がありました。大変に恥ずべきことです。私は新しい倫理条例を制定し、たった一つの汚点も見逃さない断固たる決意でおります。この札幌をよどみなく美しい街にしたい。そう、真冬に降り積もる新雪のように。世界に誇れる行政と市民が心身ともに真っ白なスノーシティを目指して、さあ皆さん、札幌の大掃除をいたしましょう。マリコ様、市長、素敵。すっげえ、マジで全員信者じゃねえか。確かにすごい人気だよね。みんな改心された人たちなのかな。人は人を呼ぶからな。改心されていない者も混じってはいるだろう。ハル、兵藤がスマホを出したぞ。来るぞ、いよいよだな。皆さん、エマを利用していますか。ぜひ私と友達になりましょう。市民の皆さんはもちろん、市外、道外、海外、どなたでも構いません。私とつながってください。キーワードはスノーシティです。さあ遠慮なくどうぞ。みんな友達登録してる。なあ、ここで止めた方がよくねえか。騒ぎになって私たちが捕まれば終わり。悔しいけど我慢するしかないわ。だがキーワードは手に入った。これで兵藤がキングならジェイルに侵入できるはずだ。この鈴篠なら匂いも薄い。安全にジェイルに入れると思う。準備は整ったというわけだな。行こうみんな。もしマリさんがキングなら私たちしか止められない。これ以上何の罪もない人たちの心をもてあそぶようなことさせちゃいけないだな。よし、準備を整えてジェイルに突入するぜ。気づいたか。
とう。じゃあ行きましょう。よし、やったな。いいよね。ねえ、行きましょうか。何にする？お目が高い。はいよ、それでいい。はいよ、また来てくれ。仕事の時間だぜ。依頼はこんな感じだ。この依頼を受けるのか、これをやるのか、この依頼を受けるのか、これをや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 るのか。お仕事だな。今はこれを取りやめる。キャンセルしたぞ。タイムセール、お買い得品だぞ。これでいい。役に立ててくれ。これご利用サンクス。これご利用サンクス。誰のにするんだ、どれにするんだ。誰のにするんだ。作るか。何か作るのか。ほう、いいな。うまくいったね。いいんじゃないか。完成だ。ありがとう。なんと！探してきた。この依頼を受けるのか？内容を確認。この依頼キャンセルしたぞ。この依頼を受けるのか。お仕事だな。内容を確認するのか。何が欲しいんだ。タイムセール中だぞ。買え買え。迷ってるのか。何個これお買い上げだな。どれを売る。いくつ。それでいいか。依頼はこんな。今はこれを受けてるぞ。この依頼を受けるのか。さてと。